なんかこんなものがドライフラワーになるんだなっていう、毎回あの東京堂さんに行くとあの発見があって、なんか小さい頃に見てたような草花とか、なんか根っことかちっちゃいつぼみとか、そういったものもあの本当に綺麗にドライフラワーにしてくださっているので、あのとても魅力的だなと思います。今日は春の色合いを使って、小花類を多めに使った、クレッセントアレンジ、三日月の形のアレンジメントを作っていきます。はじめに、こちらのバンドル2本今日使っていきますけれども、中に入っているちょっとこういった小枝類を少し抜いておくと、後からこう動きをつけたりするのに使えますので、数本抜いておきます。そしてワイヤーの22番を使って V 字に組んでいきます。この角度なんですけれども、お好みでいろいろ変えていただいていいかなと思います。私はちょっとかなり今日は緩やかな感じの V 字にして、組んでいきます。ワイヤーの22番、1本だとちょっと緩くなってしまいますので、2本使って留めていきます。ワイヤーの先端は中に、カットしたものは中に折り曲げちゃいます。しっかり留めていきます。この時にワイヤーの根元をしっかり持って、土台をしっかり回してあげると固定されやすいと思います。でちょっと角度、まあ、多少は動きますので、ここで調整をしていきます。で初めに今日メインになるお花はシダローズですとかテトラゴナのユーカリの実などを使っていきますが、最初にですねリボンをつけていきます。今日はコットンのリボンを使っていきます。長さはですね、お好みでいいんですけれども、まず22番のワイヤーを使って先端 2,3 センチ出しておいて、一周ぐるっと巻いていきます。その後もう一度この先端を折り曲げていただいて巻いていきます。そしてここもですね巻いてねじり上げていきます。でワイヤーはカットして中に折り曲げます。反対側も同じように長さはお好みで調節していただいて、これでリボンがつきます。そうしましたら、メインになるお花シダローズとかユーカリの実なんかが入っていくんですが、今日は初雪草ですね、こちらの初雪草を使ってアレンジの土台になる部分に3箇所ぐらいつけていきます。ある程度頭を揃えていただいて、特にメインのお花が入るところの土台にはこもりしたお花とか、まあ、あればアジサイとかでもいいと思うんですけれども、土台を隠すという意味もありますし、ボリューム感も出てきます。今日は3箇所ぐらいでいいと思います。もうちょっと大きいアレンジでしたら、まあ、5箇所ぐらい全体に入れて土台をまず作っていきます。その後メインになるお花、今日はシダローズ、こういうのも少し浮かせていきたいので、あまり低くならないように5センチぐらいでカットして、で今日はクレッセントのアレンジで、中心からお顔の花の顔の向きっていうのは左右に倒れていきますので、どちらかお好みで好きな方に倒して入れていきます。ど真ん中よりも少し、ずらしてあげるといいかなと。できたらちょっと枝の間に挟み込むような感じで顔の向きも少し倒して入れていきます。その後、ユーカリ土台に、今日は3花ぐらい使いますが、葉っぱの部分も後で輪郭に使いたいので取っておきます。
3個、同じものを入れていく場合はなんとなくその3つで三角形がイメージできるように入れてあげるとバランスは取りやすいです。不等辺な三角形でいいと思いますが、この3つでなんとなく三角形、そして大きいものは中心あたりに入れてあげるとバランスがいいかなと思います。2種類ですね、オレガノですとかニゲラオリエンタル、このあたりが入っていきます。オレガノは香りも楽しみながら使いたいですが、脇にお花が小花がたくさんついているのでその辺も、脇芽もちょっと使っていきながら頭をヘッドの部分をちょっと揃えます。高さを揃えてからでこのままグルーガンでつけていきます。全体に三日月の形も意識しながら、茎が長すぎると使いにくいので茎の長さは指より、1センチぐらい出たぐらいで直接つけていきます。オレガノまで入りましたら、隙間を埋めていくのに今度ニゲラオリエンタルが入っていきます。ニゲラオリエンタルは顔の、向きがすごくはっきりと出るお花ですので、クレセントの場合とても顔の向きに気をつけてあげると綺麗に入ります。中心あたりでしたら真正面、右と左と倒しながら入れていきます。で量を入れる場合は 2,3 輪ずつ塊にして入れてあげると綺麗だと思います。その塊の中で少しお花の顔の高さに段差などがつけられるとよりナチュラルに仕上がると。刺せるものは隙間に挟み込んであげた方が安定すると思います。こんな風にある程度お花が入ってきます。であとボリューム感を出すのに雑穀をよく使います。今日使うのはプロムスグラスと、ミレットですね。泡なんですが、このついている葉っぱの部分ですね、一緒に入れてあげるとよりボリューム感も出ますので、ちょっとこう剥いてあげて穂より少しこう葉っぱが出る感じに、で 2,3 本ずつこのまま使うのではなくてちょっとこの葉っぱの部分ですね剥いて穂と一緒にします。ここあまり揃えすぎない方がいいと思いますが、こんな塊にしていただいて、そして短く切ります。でこのままつけてもいいんですけれども、ちょっと難しいと思いますのでワイヤリングをします。24番のワイヤーを使ってですね、親指の下にワイヤーを入れて折り曲げて 2,3 回巻きます。こんな風なパーツを作っていただいてつけていくとつけやすいかなと思います。こんなものを左右にちょっと入れていきます。ワイヤーの長さはない方が使いやすいと思いますので、もうまとめるだけのワイヤリングですので短く切ってしまって少し立てるように入れてあげるとアレンジ全体に立体感も出てきますので、立てるようにして入れていきます。もう少しボリューム感を出していくのにプロムスグラスも使っていきます。使っていくときにちょっとこの穂先のところをもう指で切っちゃいますけれど、あまり長く使うというよりかは、短めでボリュームをここ 5-6 センチのボリュームになるようにして、ちょっと間から立てるようにつけてからこう少しこうほぐしてあげると全体にボリュームも出てくるので、ちょっとこれはワイヤリングはしない方がよりナチュラルに仕上がると思います。この辺になってくるともうちょっと差し込むのは難しいので、間でちょっと挟み込んでいくような感じで立体的に入れていきます。この辺りまででだいたいメイン的なお花が入ってきました。ちょっとまだ花材の方がまっすぐな感じで入っているので、ここから、葉っぱ類を使ってもう少し三日月の形を、作っていきたいと思います。レモンリーフ、ユーカリのこちらの葉っぱ と丸バルスカス3種類
ちょっと、葉っぱをたっぷりと使って三日月の形を作っていきたいと思います。大きい葉っぱから使っていくのが使いやすいかなと思います。枝から1枚ずつ落としてしまって、ちょっとまず大きさがですね、そのアレンジに対してちょっと大きすぎるなという場合は少し下をカットしてしまっていいと思います。1センチぐらい、まあ、自然にこう丸く土台の下からではなくてお花に添えるようにつけていきます。中心をボリューム出していきたいので大きい葉っぱを中心あたりにつけていきます。葉っぱの表にグルーガンをつけていただいて花に添えていくような感じで輪郭の部分と少し内側にもつけてあげると厚みが、このアレンジ自体の中心の厚みが出ますので、今回はですねグリーンの種類をかなりたくさん使いました。レモンリーフですとかマルマルスカス、ユーカリ、雑穀類も2種類使っていろんなグリーンを重ねて使ってあげることでグリーンのグラデーションも楽しんでいただけるかなと思います。では、まずですねグリーンがまずこの辺りまで入りました。だいぶ三日月の形が出てきたかなと思いますけれども、もうちょっと色の濃いですねマルマルスカス、こちらを入れて、立体感をもうちょっと出していきたいと思います。真ん中にこう芯がありますのでこの芯を使ってあの葉っぱ同士がバラバラにならないように使ってあげると使いやすいと思います。 2,3 枚ずつの塊にして、で特にこういった先端の小さいところなんかは中心あたり の, あの花の間から少し入れてあげるととても立体的になって可愛いです。茎が長すぎると浮いてしまうのでもう2センチぐらいでいいかなと思います。で1枚ずつ入れたレモンリーフの上なんかにちょっとこう重ねていくような感じで挟んでいきます。間が埋まってきます。ここまででだいたい形が全体取れてきたと思います。この後は動きの花材になります。ティーツリーホワイトとカーリーテックス、ミニバラと、ビバーナです。まずティーツリーホワイト、線状にお花が咲いているものなどは少しこう輪郭のグリーンの上に少し乗せるような感じで輪郭をなぞっていくような、長さも 5,6 センチ、少し中心あたりは立てて入れてあげると綺麗です。で1箇所に1本ずつで入れるとちょっとおかしいので 2,3 本ずつの塊で入れてあげるといいかなと思います。もう1種類少し、黄色の小花なんですけれども、これはですねあんまり色物の動きのものは先端というよりかは中心あたりにまとめて入れてあげるとすごく綺麗かなと思います。黄色と紫っていうのもちょっと春らしい色合いになって綺麗です。中心にミニバラ入れていきます。あまり全体に散らして入れるというよりかは中心あたりにポイントで入れてあげるとすごく可愛いと思います。高さをつけて顔の向きを中心からこう広がるように入れてあげるととても綺麗です。最後に少し締め色でビバーナム、黒のビバーナム、この白のミニバラのそばに、最後仕上げに、最初に残しておいた、小枝を全体に入れてあげます。結構太いところを入れてあげても、一応こちらで完成になります。